はい、運の上げ方を調べたら、この森の奥に岩があって、それを壊すと運を上げるためのアイテムが手に入るそうです。あるね。あ、なんか言ってたな、石板がどうとか言ってたな、そういえば。何か書いてあるけど、これクワでぶっ壊さないのかな。違うな、何か書いてあるけどっていうくらいだから、思考力上げればいけるかな。あ、違う、亀岩っていうのが選べる。ちょっと待って、変な亀。おおお、なんだ？なんか祈りたい気分。ん？待って、変動した。あ、運が44になってる。感じる力。なんか多分これを壊せばいいんだと思うんだよね。岩を壊すって書いてたから、お、どうすりゃいいか、ひらめいた。なんか祈りたい気分。あ、でも祈ってれば、運48。ちょっと待って。これで、運50上がる。そっか、よかった。これで運を、まあ90近くまで上げればいいわけだ。違う、ごめんね。石板読めないかな。何も感じないよ。祈りが、緑のゲージが減るんで、あれが30ぐらいになるところまでやって、そこまで行ったら港行って、試すか。あ、でも祈ると、あれだな、体力が回復するんだ。これで58でしょ。これ意外とすぐいけるな。攻略サイトを見たら、岩を壊すとお守りが手に入って、そのお守りを祈ると運が上がるって書いてたんだけど、これこっちもっといけんのかな。いけるんだ。待って待って待って、おーおお、これお、こういうこと。岩、あ、岩ってこれ。あ、あるわ。亀のお守りあるわ。ちょっとこれ、危ないから。あ、危ない。あー、ちょっと待って。これ今66でしょ、運が。亀のお守りは祈るといいらしい。ダメだー。これなんか下がる気がする、運が。あー、やっぱ下がってるな。でもとりあえず使い方は覚えさせておこう。あ、そうそうそう、これがいいらしいんですよ。で、これで、うわ、一気に上がる。 75？ そんな上がんの。そうそう、祈って祈って。あ、よかった。これで99まで行こう。あ、これはいいな、ナイスアイテムだ。んで、港に行こうか。
ホルド校。お、ピーノが待っておったぞ。さあ、またトンガの財宝を探しに旅立とうぞ、と。言いたいところだが、念のため宝箱を開ける練習をしておこう。あんのか。できるかな。よしよしよし、大丈夫だった。よしよし、大丈夫じゃな。それでは出発じゃ。さあ、これで見つかるんじゃないかな。ねえ、ピニオさん、聞いて聞いて、これ見つけたな。あのね、ガラパゴス号で宝探しに出たアットとピーノはね、途中でひどい嵐にあったりといろんなことがあったんだけど、ついにトンガーの財宝が眠る島を発見したの。多分この中だと思うんじゃが、ピーノすまんが、ちょっと偵察に行っておくれ。ああ、探検すんのか。わしは別のところを探してくるんでの。ん？ってことは気力、僕一人で？気力がないからな。あ、ティンカー来た。私もついてく。あ、ティンカー、いつ来たの？それは秘密。ピーノ、そんなことよりここで故障しちゃうと、メンテができないから気をつけようね。やばいね。ピーノさん、あとお願いします。メタ要素ね。ピーノさん、はて一体誰のことかの？まあ、良いわよ。それじゃあ頼むぞ、ピーノ。気力をですね。いやー、これ普通にダンジョンじゃん。あれ、気力上げるバッテリー持ってなかったっけ。あったあったあった。よしよし、まあこれで多少は。階段どうしよっかな。行くか。敵とか出てくるんだろうな。ん、階段があって深いから、ちょっともうちょっと先行ってみようよ。うわ、2個ある。多分アイテムとかも落ちてそうなんだよな、この時代背景を考えると。ん？もしくはルートをちゃんと見つけないと。お！剣だ。剣は？一応、入れておこう。あれ？あ、アイテムか。おー、なんか緊張するな。背景似たような感じだな。お？ A チャージャーもらっておこう。あれ、結局こっちあれか、アイテムしかない。ってことはもう一回地上階に戻って、
最初に入った階段よりも先か。まあでも計らずもアイテム2個ゲットできたのはでかいな。うわあ、来るよなあ、そりゃ。ダッシュで。ああ、ダメか。3体。違う違う。運で。運で来い。ああ、今行けそうだったじゃね、運で。ああ、やばい。あ、ダッシュじゃないと無理かな。ちょっと待てよ。運で。よし、運で1個ゲットしたから。ダッシュだね。違う。待って。いいの待って。これやばいな。ここでクリアしたい。あ、違う。ああ。最初ちょっと遊びすぎたか。ゲームオーバー。マジで言ってんのか。セーブどっから、どっからだ。ゲームオーバーなんてあんのか。ちょっと待てよ。俺セーブしたかな。これだ。セーブはしてるけど、運を上げなきゃいけないわけだな。多分そうでしょう。ああ、そうだね。運下がってるわ。オッケー、わかった。運を上げて、またさっきのところまでちょっと戻し作業をして、んで、ショップに行って、体力バッテリー、何個か買っておこう。さあ、戻し作業してきました。止まってて。ダッシュ。ああ、ダメか。ここだ。ああ、違う。ダッシュ。ああ、ちょっと待って。ああ、下手だな。上に行ったとき、上に向かってるときに行けばいいのか。そうだね、上に向かってるときだな。いや、やばい。あーっと、ピーノ、ストップしてて、これ体力バッテリー食えないか。よし、危ない。ああ、今、チャンス。違う、余計なことしないで。ここだ。ああ、ダッシュすればいけたの、今。いや、待て。追い込まれた。ダッシュ、危ない。ああ、危ない。ストップ。ああ、ダメだった。いやー、こんなこともあろうかと。はい、こんなこともあろうかとですね、こう、どこでもセーブ機能っていうのがありまして、まあ実際スーパーファミコンにはないんですけど、僕が使ってるやつだと、あるんで、それで、まあ、ズルしましたね。ここだ。あ、ダッシュ。そう、ダッシュ。ここだ。やっぱ食らっちゃうな。あ、違う。マイペース。食らうか。
よっ、あー今いけたんじゃないかな。頑張れ。はあ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 、ちょっと待って、同じじゃないか結局。ちょっとどこでもセーブ機能でセーブしてきます。はい、セーブ終わりました。これは歩いてても行けそうだな。ねえ、こっちの方が楽。あっとー、あぶね。そう、勝手に動くんだよね。これ奥行けるんだ。あ、行けなかった。そんなに難しくないはずなんだけど、老いを感じる、俺は。ああいうのが全然もう反射神経でダメになってんのを見て。よし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 。もう入っちゃおう。まあ、ゆっくりね。ん？すぐ地下か。いや、でもまだ、いけるな。ちょっと待って、2つある。まあ、手前から行くか。ここもなんかあれかな。アイテムがあるだけな気がするな、2つとも。あ、そんなことないんだ。いけるいける。そうそうそう。ああ、行き止まり？悲しい。いけるいける。うん、そのままそのまま。よし。先はないか。ないね。針はね、まだ大丈夫だけど、あの火の玉みたいなのが苦手だな。きたー。苦手だって言ってたのに。ちょっとどこでもセーブしてくるわ。はい、セーブ完了。うわー、ちょっと今指示しようと思ったんだけどな。うわー、今自分のタイミングで行けてたね。Pのね、自分のタイミングで行こうとしたね。うわー、ちょっ、あ、4つ？ああ、そっか、ちょっと。ああ、おーおーおーおお、ストップストップ。おお、びっくりした。今自分のタイミングで行った。ちょっと待って。体力バッテリー食おう。いやー、あれ、これ、あれ、ほっといたら自分のタイミングで行くっていうのは多分、あれよね。たまたまだと思うんだけど。賢くなって自分でタイミングが分かってて言ってたら、すげえなって思う。ダンジョン結構長いな、そして。お、なんかあるぞ。あー、即秘宝っていうわけでもないのか。いや、違う、ムービー入ってるな。やった！わーい、見つけたー。すごーい、やったねー、ピーノー。
どうした？おーおーおーおお、これはまさしくトンガの財宝じゃ。でかしたぞピーノ。万歳万歳。ドシャーってなってるね。そしてピーノとアットがついに見つけたトンガーの財宝を島に持って帰ると、みんなもう大騒ぎ。ガメキーなんかびっくりしちゃって腰を抜かしちゃったのよ。で、その宝をどうしたかっていうと、アットとピーノで半分こしちゃったの。ってことは、お金持ちになれる？でもね、私、ピーノを見直しちゃった。だって、ピーノったら自分は少しだけもらっといて、あとは貧しい義人たちにあげちゃったんだもん。あ、でも、3万も増えた。しかしお前も欲のない人間じゃの。なんでよりによって義人なんかに食えてやるんだよ。人間のくせに何考えてんだ、ったく。黙っててごめんね、僕人間じゃないの。まさかお前、義人か？うん。気づかなんだ。新型だったのか。やっしゃっしゃ。見直したわ、イピーノ。義人も人間に劣らず、冒険心に溢れておるではないか。義人が何もできんという噂は嘘じゃったようじゃの。ふん、義人もやるじゃねえか。今まで義人のことをバカにしてたけど、今日から見直してやるぜ。てへへ。いいのよ、冒険は楽しかったじゃろ。基金だからといってこの島に閉じこもってることはないぞ。いつか義人も自由に冒険へ旅立てる日がきっと来るはずじゃ。なんかもうエンディングみたいになってるけどね。その時はぜひわしを呼んでくれ。いつでもどこでも付き合うぞ、もちろん。宝は山分けじゃがの、ひゃーひゃっしゃ。ったく、こりねえじいさんだよ。おみそれいたしやした。はーはっ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 は。そして、アットはピーノとガメティに見送られながら新たな冒険へ旅立ったの。万歳万歳万歳。また会おうね、アット。おお、そうだった。そうだった、カイロだった。次あれだな、続きだな。冒険に挑む心カイロが起動しました。心がピンピン。剣、歌、炎、ハートか。あと行っちゃったね。
偽人のことを認めてくれて本当に良かったわ。アットが言ってたように偽人が自由に冒険に行ける日がいつかきっと来るはずよね、ピーノ。あ、メッサラー様。おい、この衛兵採用の格闘大会を始めるから受付を頼むぞ。え、急にいいですか？それと赤いマントにボサボサ頭、ブカブカつなぎの少年が来たら出場テストを受けさせろ。少年？子供を？ですか？貴様、同じことをもう一度言わせるつもりか？いえ、とんでもない。は、わかりました。なぜ子供を？第5章、メッサラの試み。お城でこの衛兵採用の格闘大会が始まったわ。もし優勝できれば偽人の素晴らしさを王様にアピールすることができるわ。さあピーノを鍛えてあげましょう。うん、まあぼちぼちっすね、調子は。はい、まあそういうことになると思うんで、多分攻撃力、防御力、腕の力、足の力、バランスとかを鍛えるんでしょう。まず攻撃力は鍛えないといけないと思うけど、とりあえずちょっと今日動画長くなってるとは思うんですが、一旦格闘大会をちょっと見に行って46号に話聞こうかな。いけるわ。あれ、ピノさん、ここからピーノの実力を試してみましょう。お姉さん、パンツ見えてますよ。面白いね。レオタードだよ、バーカ。なんか仲間になってくれそう。いえ、おっかね。なんだ、あれを突破しないといけないの？あれ？コルド炭鉱跡とかも行けるようになってるぞ。炭鉱なんだっけ？なんか入り口でお願いしますだとかやるんだよね。うわー、これくらいだったらさ、今自分のタイミングで行ったけど、これだったらね、あ、今行けたのかなと思って行けなかった。危ない。いや、意外といけないんだな。やばいやばい。なんかお祈りしろっていうのはあったよね。体当たりじゃ無理みたい。お祈りしてみて。あれ、お祈りしないか。そうそう。ビクともしない？大声で開けろって言うんだっけ？まあでも今来るところではないな。いやー、これ無事戻れる気しないわ。ちょっと遊びで来ちゃったけど。いやまあ、でも無事に戻っておいて、ちょっともう今日、でも46号に会いに行きたいからな。おっとと。歩いてでも行けるんじゃないか？そうか、歩いて行けるな。
あ、よかったよかったよかった。歩いて行けました。46号に話聞いて、今日終わりにしましょう。教えて46号。はっはっは、ジャンヌにぶっ飛ばされたんだ。あの子、女の子にしてはめっちゃ気が強いからな。あのね、知ってる？ジャンヌは頭のいい男に弱いんだよ。偉人の日頃の行動は一番高い能力に影響されるから気をつけてね。思考力を99まで上げる？下がってるわ、64か。 OK。 じゃあまず百科事典読んでか。百科事典読んで思考力99までしてから、ジャンヌ倒して、あとは多分腕力とか攻撃力でしょう。という当たりをつけて今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピンさんでした。あー、ちょっとピーのー。